ご飯の時間がやってきました。イエイイエイ。はい、今回はですね、はい、静岡県の沼津市までやってきました。はい、はい、沼津の家系ラーメン、家系沼津屋さんに行ってきました。何？あかんの？いいよ、行ってください。後からもう行くから俺も。はい、ということで行きましょう。はい、ゴということで食べてきました。はい、お疲れ様でした。はい。うん。また静岡で新たな家系ラーメンのお店を発見しましたか。うん。新たなっていうか。あ、まあいや、店はね、店は歴史があるんですけど、意外とほら自分なんかはまだ神奈川県とかはね、あの千葉県なんかたまに行きますけど、はい、まだ静岡ってそんな本当何県かだから。そうだね。マコはどっちかって神奈川の方が多いんですよ。自分はどっちかって静岡が多いじゃないですか。だね。まあ、魚釣りはね。あ、そうだそうだそうだ。好きなんで、うん、魚釣りの帰りとかね、うん、行きとかね、うん、そういうのにたまに行ったりするんですけども、うん、今回チャーシュー麺にしたんですけども、うん、チャーシューの大きさは普通のところに少し若干小ぶりかなと何枚か入ってたんですけども、うん、かなりね味はしっかりしますね、うん、そうなんだ ね、うん、なるほどね。あんまりパッと見色がそんなに深く見えなかったから、うん、ね、意外としっかりありますよね、へー、なるほどね。
あとはこの盛り付けが、うん、結構あの、チャーシューとか置く位置が店によって違うじゃない、はいはい、結構ど真ん中にズンとあって、うん、あなんか主張してくるなとは思った着丼時に、うん、の絵を見てね、はいうんうんまあ、この前のね高橋屋さんといい、うん、まだまだ行ったことがない家系ってあるもんだね。いや、危ねえ、ね、全く知らなかった。ありますね、ある、うん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 、しかも意外とこの時期、まあ、ちょっと話ずれますけど、うん、新店が結構ね、うん、このあんまり外歩けなかった時期にできてるんですよ、うんだから、ま、さらに回るとこ増えてるから、楽しみです、うん。ね。自分から見たら、昔ながらの家系ラーメンっていうね、うん、そんな感じがしますね。うん。なんかね、チーユソーも見た感じ、うん、あ、なんかあんまり普段見慣れない感じの油の感じだなと思って、うん、ちょっと自分興味湧きました。どんなスープと油の混ざり方か。うんうん、ぜひね、マコにも行ってほしいなと。行ってみたいです、うん。はい。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた。